ズノイモは、チェコ、南モラビア州の都市、ターヤ川佐賀に面した、切り立った路頭の上にある、オーストリア、ニーダーエスターライヒ州と接する、ブルノの南西約55キロメートルにある、16世紀に描かれたズナイムの、街並み雪の中のズナイム、テオドール・フォン・ヘールマンが、19世紀1904年に、撮影された、ローツキ修道院大モラビア王国時代の9世紀ですら、 ズノイモの地は、軍事庁の要所であった。1055年以降、ズノイマは、ブリュンズナイメル公国の主要都市であった。1145年、ボヘミア王ブラジスラブ2世によって公国は、ブリュンとズノイモに分離された。1190年、プレモントレ修道会の老化修道院が創設された。ズノイモ公国の町ズノイモは、ドイツ人移住者の地となっていった。 1226年、プシセミスル朝のオタカル一世は、ズノイモを王立都市とした。1278年より、ローマ王ルドルフが自治体法を認証した。1308年、オーストリア公フリードリヒがズノイモにて、ケルンテン公フリードリヒと和平を締結し、自らのボヘビア王国への権利を宣言した。フッ戦争時代、ズノイモはカトリック派に属する南モラビアの、 ドイツ都市であった。宗教改革は多くの同情者をこの地で集めたが、急進的なカトリック復古派に戻った。1437年12月9日、皇帝、ジギス軍とは、ズノイモで死去した。ズノイモの聖ニコラウス教会に3日間安置された、皇帝の以外は、グロースバルダインへ移送された。1631年12月上旬。 ズノイモで行われた皇帝フェルディナント2世の最小と、バレンシュタインとの冷徹な交渉で、バレンシュタインは帝国軍総司令官に最小官された。1809年7月11日、デシェンコ・カール率いるオーストリア軍と、マルモン及びマッセナ率いるフランス軍の戦闘が起こり、翌日には、ズノイム急戦協定が結ばれた。第一次世界大戦終結後、ボヘミア、 シレジア、モラビアに住む、ドイツ人たちは1918年以降、オーストリア・ハンガリー帝国内の非公式生態、ドイッチ・ウエスター・ライヒを組織した。サンジェルマン条約では、チェコスロバキア内のドイッチ・ウエスター・ライヒ住民の意に、反して、これら係争地域の問題が話し合われた。1910年代から1930年代に、かけ、 ズノイモ人口に占めるドイツ人住民の割合は85%から39%に減少し、一方でチェコ人住民の割合は20年間で12.7%から62%に増加した。国内におけるチェコ人対ドイツ人コミュニティの緊張が高まっていった。1938年のミュンヘン会談の結果、ズノイモは ドイツ領ニーダードーナウの一部となった。これにより、ズノイモにいたチェコ系住民とユダヤ人住民が脱出していった。シナゴーグは閉じられ、後に破壊された。1945年を春、繰り返されるソビエト赤軍の襲撃とアメリカ合衆国陸軍の爆撃で、ズノイモは荒廃していた。旧市庁舎は爆弾の直撃を受け、鉄道駅は甚大な被害を受けた。 同年5月8日の赤軍のズノイモ進軍前に、ドイツ軍は撤退し、ズノイモは、チェコスロバキアへ復帰した。多くのズデーテンドイツ人たちが、チェコ人民兵たちによる迫害を受ける前に、オーストリア国境へ逃れていった。残ったドイツ人たちは強制収容所へ送られた。1945年から1948年まで、ズノイモでは、人民法廷も開かれていた。 1946年の1年間で、ズノイモから約1万人ものドイツ系住民が、鉄道へアメリカ占領下のドイツへ送還された。新たな移民が、高知やワラキ屋、スロバキアからやってきた。13世紀以来、ズノイモの歴史上で最大の民族の入れ替えとなった。古い要塞であり、王立都市であったズノイモは、非常に保存状態の良い中世の街並みを持つ。 ズノイモポリセンスキー、ジョゼフ・ウント・コルマン、ジョゼフ・ワレンスタイン、フェルドハーデ・ドリジング、ジャリッジン・クリーガス、ケルン・ワイマール、ビーン 1997S236F。ありがとうございます。